食べる豆乳アソートグミ、今回はこちらをチャレンジしたいと思います。イナリッシュ豆乳自体あれでしょね、大豆を食べてるようなもんですけど、食べる豆乳アソートグミなんてしなくたっていいじゃないですか。あのイナリしますから豆乳大好きなんですよ。ライブ前とかも飲んでたりするのでね、できればあのグミじゃなくて普通に豆乳が欲しかったっす。まあでもせっかくねいただいたので食べてみたいと思います。あ、複雑な匂いがする。キッコーマンのね、実際の豆乳を使ってるらしいですよね。だったらもうこのキッコーマンのね普通の豆乳も欲しいんですけど、じゃあせっかくなのでいただいてみます。まずはこちら、じゃじゃーん、豆乳ね、調整豆乳。どこでしょ、匂いだけだとやっぱただのグミだね。なんだこれ、あ、中からなんか出てきた。特にそんなこと書いてない。おお、どういうこと、たまたま。ちょっと別のも食べてみましょう。甘すぎる。おお、めっちゃ甘い。これめっちゃ取りためるんですよ。だから食べるときはひたすら食べ続けるんですけど、ずーっとさっきから甘いものばっか食べてるんで、もう口の中おかしいです。そろそろしょっぱいものから水が飲みてです。なるほど、うん、結論としては俺は普通に豆乳を飲みたいです。なるほど、豆乳ください。ありがとうございます。もうめっちゃ今あれよ、顎使って食ってるからね、もう顎つけてガーッとめっちゃ噛んでる、その時にね、カロリー消費してるから、取ったそのまで燃焼で0キロカロリーでございます。というわけでございまして、今日ご紹介したのは、食べる豆乳アソート組でした。イナウィッシュ、皆様のチャンネル登録お願いします。一つ訂正がございました。はい、噛んでるそばからカロリーを消費するから0キロカロリーって言ったでしょ。いや忘れてましたよ。これ見て、キッコーマンの豆乳を使用してます。要は体にいいものを使ってますので、0キロカロリーどころか特保でございました。イナリッシュ